皆さん、こんにちは。今日はね、2021年8月17日、水曜日でございます。私はね、今ね、東京メトロ東西線のね、南砂町駅にね、来ております。でもこの東京メトロ東西線っていうのはね、まあ、この南砂町からね、終点の西船橋までの間ね、まあ、これね、地下鉄さんのにも関わらずね、まあ、こう地上間になっていて、まあ、そこをね、もう快速列車がね、爆走するってことで、ね、有名なんですよ。でまあ、今回はね、この南砂町からね、まあ、西船橋までね、まあ、地上間をね、まあ、こう地上間、まあ、今はね、東西線が爆走する間をね、まあ、乗っていきたいと思います。ではね、まあ、皆さん、よろしくお願いします。というね、ま、まもなくね、ま、列車がやってくるようなんで、ま、やってくる列車に乗りたいと思います。ちなみにね、ま、この南砂町はね、ま、快速は通過なんでね、ま、この各駅停車に乗るってことになるんですがね、ま、最初はね、ま、この各駅停車でね、ま、この途中快速の通過待ちなんかもね、あるんでね、ま、あのね、最初はね、ま、ゆっくり各駅停車でね、ま、行きたいと思います。それでやってきたのは05系。ではね、ま、この05系で乗っていきたいと思います。列車で南砂町駅を発車。そして、まあ、これね、最初の動画を見てね、分かったと思うんですけどね、まあ、この南砂町駅っていうのはね、まあ、こう近い駅にね、こうなってるんですね。で、このね、東西線がね、まあ、こう地上に出てるのはね、まあ、この後ね、まあ、しばらく行ったらね、まあ、こう東西線は地上に出るということになります。すでに列車はね、ここでね、もう地上界に出ます。それも地下鉄っていうのはね、まあ、これね、少しね、まあ、このね、地上にね、出るだけとかだったらね、他の地下鉄でもよく見られたりもね、するんですがね、まあ、これ東西線に関してはね、まあ、このね、南砂町を出たところからね、終点の西の名橋までのね、まあ、大体 14.7 キロか、まあ、もう全体のね、半分弱くらいがね、地上界っていうね、ほぼね、まあ、まあ、地下鉄じゃないというかね、なんて言うんだろう。このね、まあ、S 地下鉄ね、をなってるんですね。そして、まあ、列車ね、こう、地下を出てね、もうすぐにね、まあ、こうね、橋をね、渡るんですね。でこれはね、何川かな？これは荒川かな？多分荒川だと思うんですけどね。まあ、この東西線っていうのはね、まあ、この地方間でね、もう橋が結構あることからね、まあ、これね、強風の日なんかはね、結構速度制限なんかがかかったりしてね、なんか遅延したりもね、もうするみたいなんですね。それもこれね、もう随分でかい橋ですよね。なんかずっとね、橋を渡ってるとそんな感じ。それもこれ今の台風が来ちゃうとね、もうすれ違いってますがね、まあ、これね、もう随分早いですよね。まあ、これね、もう普通のね、在来線みたいな感じですよね。でもね、私が乗ってるのはね、まあ、言っても各駅停車、こんなのまだね、序の口ですからね。そして、列車はね、まもなくね、地上に出て一つ目の停車駅、西葛西駅にね、もう到着しますがね、もうこの駅とかね、もうね、地下鉄の駅っぽくないですよね。なんかね、もう高架駅ってね、普通のね、在来線のね、もう駅みたい。ほんとね、これがね、もう地下鉄の駅なんてね、もう考えられないですよね。そしてね、これ間もなくね、西葛西のお隣、葛西駅にね、到着するんですがね、まあ、これね、まあ、よくね、まあ、これ見ておいてください。で、まあ、これね、もう着くんですがね、まあ、ここでね、まあ、列車はね、これね、ポイントを通過してね、まあ、これ、ね、対比線にね、もう入るんですね。そしてね、まあ、ここでね、列車は葛西駅に到着するんですがね、まあ、これね、地下鉄ね、まあ、こんな構造の駅ってね、まあ、なかなかないですよね。まあ、実際ね、まあ、地下に埋まってて分かりにくいだけでね、対比線がある駅っていうのはね、とかっていうのはあるんですがね、まあ、地下鉄ってね、まあ、基本各駅停車がいない方がね、まあ、多いんでね、まあ、なかなかにね、まあ、珍しいようなね、お気がします。でね、もうこの列車ね、この駅でね、快速の通過待ちをね、もうするみたいなんでね、もうここでね、全速力で通過していく快速っていうのをね、まあ、見たいと思います。そしてこれ今、葛西駅に着いたんですが、これなんだこれ、ちょうどね、まあ、これ今、対向列車が、対向のこう通過列車がね、通過してるんですけど、もうこれね、もう地下鉄じゃないですよね、この速さ。速すぎだろう。そして、いよいよ西船橋方面の列車が通過するんですけど、これ、速くないですかこれ。もうこれね、地下鉄ですからね、行っても。でもこれ、速い。でもね、これしかしね、まあ、こう恐ろしいのがね、まあ、これまだね、最高速度じゃないんですよね。ほんとね、まあ、恐ろしいことですよ。そして私はね、あの後ね、まあ、一回葛西駅で降りたんですがね、まあ、そしてまたね、葛西駅にね、戻ってきて、ちょうどね、まあ、列車がやってきたんで、ね、やってきた列車に乗りたいと思います。そしてもう反対のね、列車が通過してますね。やっぱ速い。そしてやってきたのはね、まあ、これ05系。ではね、まあ、この列車にね、乗っていきたいと思います。
ですね、今やってきたので、私はね、まあ一回ね、もう快速の通過待ちをしたんですかね。まあそして、快速の通過待ち終わった後で、ね、私が乗った列車がね、まあいよいよ発車。そしてね、まあこれで、ね、駅を出るとね、まずね、まあこれ本線に合流。そしてね、これね、まあこの列車もね、まあひたすら快速の後を追っていくって形に、ね、なるんですね。まあではね、まあ私はね、まあ引き続きね、まあこの列車に乗って西阿賀船橋まで、ね、向かいたいと思います。そして列車ね、まあ、これ今度はちっちゃいですかね。まあ、これまたね、もう橋をね、もう渡るんですね。まあ、これね、まあ、これは東西線に限ったことではないんですがね、まあ、この辺っていうのはね、まあ、これ川とかね、あと運河みたいなやつがね、まあ、すごい多いんでね、まあ、この辺を走るね、まあ、これ、ね、あ、この辺を走るか、この辺をね、まあ、こう走る、まあ、地上をね、のね、もう路線っていうので、ね、まあ、すごいね、もう橋をね、もういくつもね、もう渡るようなね、まあ、そんな感じなんですよね。そして、ね、まもなくね、列車が到着する駅で、まあ、これはね、まあ、快速も停車するね、浦安駅。まあこれ浦安ってことはね、もうこれはね、千葉県に入ってるってことなんですかね。まあ、東京メトロ東西線っていうのはね、もう東京メトロで唯一ね、もう千葉県に入るね、まあ、あの路線とね、なってるんですね。それでしたね、浦安駅にね、到着。そして、まもなく列車が到着する駅はね、まあ、これは妙典駅。まあ、この妙典駅っていうのはね、まあ、これね、二面四線のね、まあ、駅なんですかね。まあ、この駅からね、あ確かね、まあ、東京メトロ東西線の車両基地、岡谷建築へのね、あの分岐するね、まあ、線路がね、出ていたはずです。それが列車ね、まあ、妙典にね、到着するんですがね、まあ、これね、まあ、ちょっとね、まあ、先の方をね、まあ、見てみるとね、まあ、これ真ん中2本の線路がね、まあ、こう地下にね、沈んでってるのがね、まあ、地下ではないんですかね。まあ、ちょっと下の方にね、まあ、沈んでるのがね、もうわかると思うんですよ。で、あれがね、多分ね、まあ、車両基地にね、まあ、繋がる線路なんじゃないかなってね、まあ、思います。そして、まあ、列車ね、妙典駅に到着。ちなみにこの列車ね、まあ、これ、あえてね、真ん中2本の線路に入りましたがね、まあ、この列車ね、まあ、これね、もう妙典止まりとかそういうのではね、もうありません。そしてね、まもなくね、列車ね、まあ、これ、妙典駅をね、発車するんですがね、まあ、この列車ね、まあ、ここでね、まあ、これ、左にね、曲がりね、そしてね、まあ、これね、引き続きね、まあ、これね、西船橋方面とね、走っていくんですね。でも、この列車ね、まあ、別に特にこの妙典でね、もう快速のね、快速の通過待ちとかをね、まあ、するわけでもないのにね、まあ、なぜね、もうわざわざね、こう、ポイントを曲がってね、もうわざわざ真ん中2本の線路に入ったんですかね。まあ、ちょっとね、まあ、不思議ですかね。まあ、そしてね、まあこれね、列車ね、まあ、車両基地へ行く線路とね、もう分かれていくんですね。そしてね、もうこれね、この先見るとね、またね、もう立派なね、トラス橋で合ってるよね、あれ。もしかして違うかもしれませんがね、見えてるんですかね。まあこれはね、江戸川第二橋梁って言ったかな。まあこれね、まあ、江戸川をね、もう渡る橋なんですね。まあこれはこっちだっけな。まあ、どこの橋、さっきのね、地下を出てすぐに渡った橋かね、もう江戸川第二橋梁かね、ちょっとわかんないんですけどね。まあ、こういう橋のせいでね、まあ、よく東西線はね、遅れがね、発生したりするんですね。そして、ね、列車ね、あの後ね、JR 総武線と合流して、ね、まあ、もなくね、この列車はね、まだ終点ではないんですがね、西船橋駅にね、到着いたします。それもこの西船橋はね、東京メトロ東西線の終点ではね、あるんですがね、これね、私が今乗ってる列車はね、まあ、この後ね、東洋高速鉄道線にね、もう直通するみたいですね。またね、まあ、列車によってはね、もう西船橋から先に、ね、JR 線直通して、ね、津田沼まで行く列車なんかもね、あるんですね。その列車ね、東京メトロ東西線の終点、西船橋駅にね、到着いたします。そして、列車ね、西船橋駅に到着。そして、この列車はね、まあ、ちょっとさっきも言いましたがね、まあ、引き続きね、東洋高速鉄道線に、ね、直通していくんですね。そして、列車はね、まあ、これね、ドアを閉めね、まあ、引き続きね、まあ、東洋高速鉄道線に直通しね、東洋高速鉄道線の終点、東洋勝田台駅までね、行くようですね。まあ、でね、今度は私はね、まあ、この各駅停車でね、西船橋まで来たんですけどね、まあ、それはね、まあ、この後ね、まあ、これね、今度はね、まあ、いよいよね、快速列車に乗ってね、まあ、これね、今来た道っていうのはね、まあ、いろいろね、まあ、いろんな駅をね、すっ飛ばしながらね、まあ、戻っていきたいと思います。そしてね、私はね、まあ、あの後ね、まあ、外でね、まあ、遅めの昼食をとった後ね、また西船橋駅にね、また戻ってきたんですがね、まあ、ではね、もうちょうどね、まあ、今からやってくる列車がね、まあ、これね、快速列車のようなね、まあ、この列車にね、まあ、乗っていきたいと思います。すでにやってきたのはね、もう東京メトロのね、まあ、さっきと車両同じですかね、まあ、05系。まあ、ではね、この列車にね、まあ、乗っていきたいと思います。
つい列車ね、まあ、これね、まあ、西の東駅をね、発車するんですがね、まあ、この列車ね、まあ、次の停車駅はね、これね、まあ、浦安です。まあ、そう、つまりね、まあ、これね、まあ、さっきね、まあ、止まってたね、まあ、これ、妙殿とかね、まあ、その辺りの駅はね、まあ、全部すっ飛ばしていくんですね。で、まあ、これ、ちなみにね、まあ、その後の停車駅も言えばね、まあ、これね、浦安、その次はね、まあ、東洋町って駅なんですがね、まあ、東洋町はね、まあ、これね、さっきね、私からこの動画をね、まあ、開始したね、まあ、南砂町のね、もうお隣の駅だったと思うんで、ね、もうこれね、まあ今まで、ね、まあ時間をかけてきたところをね、一気にもうこれ思いっきりすっ飛ばしていっちゃうんですよね。いや、ほんとね、もう快速ね、まあ、なかなかのね、まあ、速さですよね。まあでもね、まあ私はね、まあ引き続きね、乗っていきたいと思います。さすがにね、じゃあね、まずね、一つ目の通過駅、茨城中山駅をね、通過いたします。まあこれね、まあさっきはね、まあ紹介しませんでしたけどね、まあさっきもね、まあね、この駅とかね、もうポツポツ止まってったので、ね、この列車はね、もうそんなのガンスルーですよ。いや、ほんとね、早い。もうこれね、あれ、対戦がある駅のね、もう通過するのをね、思いっきり高速で通過していくってね、もうなかなかにね、すごく大きいですよね。これ、ちなみにもう言っておきますかね、これ地下鉄ですからね、もうこれね、普通の在来線ではそういうのではね、もうないですからね。そして、まもなくね、列車が通過する駅はね、まあ、これ、ね、妙殿駅、まあ、これちょうど今ね、まあ、下の方からね、まあ、こちら6時からやってきた線路がね、まあ、合流してね、まもなくね、妙殿を通過するんですよね。もうこれね、妙殿からね、浦安までっていうのね、この東京メトロ東西線がね、一番早くね、走れる間で、その最高速度はなんと100キロ。もうこれ100キロなんで、もう地下鉄の高速度じゃないですかね。100キロなんでね、まあ、下手な在来線よりね、まあ、全然速いですからね。で、列車はね、妙殿駅をね、それなりの速度で通過。まあこれね、そして、ね、もう妙殿から先はね、まあ、今言いましたがね、このね、最高速度ね、まあ、出せる区間ってね、もうなりますからね。まあこれちなみにね、東京メトロはね、もう普通のね、最高速度はね、80キロってね、もう決められていますからね、もうそれよりね、まあ、20キロね、速い速度ですからね。そしてね、後ろに今ね、もう妙殿を通過したんでね、まあ、ここから先に、まあ、いよいよこの列車ね、まあ、本領発揮じゃないですか。そして、ね、まもなくね、列車ね、まあ、南妙殿駅をね、通過するんですがね、まあこの列車ね、まあ、これね、あれ、超前の列車に詰まってるのかね、最高速度はね、まあ、全然出してるような感じはね、もうしませんでしたね。なんかね、まあ、ちょっとゆっくり走ってる感じ。でもね、まあ、これなんてね、まあ、普通の地下鉄よりかね、まあ、全然ね、まあ、すごい迫力がありますからね。まあ、8件遅い気もするんでね、まあ、ちょっとね、まあ、あれわかんないですかね、まあ、全然ね、まあ、これでもね、まあ、全然ね、なんか、駅をバンバン通過していくってね、地下鉄っぽくないですからね。そしてね、列車ね、まあ、ここに来てね、まあ、ようやくね、まあ、一つ目の停車駅、西船橋駅にね、到着いたします。いや、ほんと、西船橋じゃない、もうね、浦安さん、浦安駅にね、到着いたします。もうこれね、ほんとね、もうすごかったですからね、まあ、駅をバンバン通過していくってね、まあ、ほんとね、まあ、地下鉄はね、まあ、思えない光景でした。そして、ね、列車ね、浦安駅を発車。そして、ね、まあ、この次の停車駅はね、東洋町。もうこれね、またね、かなりの駅をね、バンバンね、まあ、スルーしていきますからね。そして、この区間はね、まあ、これ、ね、100キロが出せる区間なのかどうかね、ちょっとわかんないんですけどね。まあ、これね、まあ、これね、まあ、浦安を過ぎたんですけどね、もうこれね、こっちの方がね、早く感じましたね。まあ、そして、ね、列車ね、火災駅を通過するんですがね、まあ、これね、前を走っているね、迫撃停車を無事抜きます。いや、早いな、そうです、ほんと。もうこれね、ほんと地下鉄の光景とはね、思えないですからね。ほんとね、もう早い。そして、もうこれ一瞬ね、列車ね、浦安駅、浦安じゃないや、火災駅をね、通過してしまいました。もう火災なんてね、もう行ったらね、もう地下鉄、東京メトロ一押しのね、地下鉄博物館がね、ある駅ですからね、もうそんなのね、この列車には関係ねえ。この列車ね、ほんとね、一瞬ね、火災をね、もう通過してしまいましたからね。いや、ほんと恐ろしい。そして列車ね、なんとね、まあ、これね、西火災駅をね、通過してね、もうこれね、まあ、いよいよね、もうこの列車ね、ようやく地下間にね、入るんですね。まあこれね、ようやくね、まあ、これ地下鉄っぽくね、なったかって、そんな感じなんですかね。まあこれね、まだ誰もね、もう駅を通過しないとはね、言ってないんですね。まだね、列車ね、南砂町駅っていうね、通過駅がね、あります。そして、ね、列車ね、もうそろそろ南砂町を通過するんじゃないかな。そして列車ね、南砂町を通過。まあこれ近くまで入ったんで、ね、そこではね、そんなめちゃめちゃ早いわけではないですがね、まあこれね、まあ駅をね、まあ、容赦なくね、通過していくんですね。さあ、この南砂町の舞台の駅はね、まあ、この列車も停車するね、まあ、東洋町駅とね、なっております。そして列車ね、まあ、ここでね、ようやくね、東洋町駅にね、到着いたします。そして、まあ、これね、東西線の快速っていうのはね、もう東洋町から先っていうのはね、まあ、この終点のね、
中野までね、各駅にね、泊まっていくんですね。そして私もね、あの後ね、もうこれね、日本橋駅までね、大列車に乗ってきたんですけどね、もうこれね、もう行き先、大島区はね、各駅停車に、ね、変えてましたね。まあこの先、東洋町から先はね、まあ各駅に泊まっていくんでね、これもね、まあ当たり前かもしれませんが、すぐに乗ってきたね、もう二郎五系がね、日本橋駅をね、発車します。いや、それでもね、本当に、もうこれね、すごいね、早かったですよね。なんかね、すごいね、まあ、駅をね、どんどん突っ走っていってね、まあ、これね、本当に地下鉄という感じはね、もうしませんでした。そして私はね、日本橋駅までね、やってきたわけなんですけどね、本当にね、でもこれすごかったですよね。まあね、これね、どんどんね、まあ、駅をね、通過していってね、まあ、これね、もう地上間ね、まあ、それなりの長さあるのに、ね、まあ、これ停車駅はね、まあ、実際地上間の停車駅はね、もう途中ね、一つしかないってね、本当に、ね、まあ、なかなかにね、まあ、すごいと思いました。もうね、本当に、ね、まあ、早かったですよね。あのね、まあ、これちなみに、ね、まあ、これ余談としてね、まあ、言っとくんですけどね、もう、この東西線っていうのはね、もうこれね、日本のね、もう混雑路線ランキングね、確かね、ワースト1位でね、今回乗った時もね、まあ、これ、ね、地上間ではね、あんまり人いなかったんですかね、まあ、地下に入ってからね、すごい人がいてね、まあ、最後に発車したシーンではね、まあ、お見せしたと思うんですかね、まあ、その時もね、まあ、結構ね、まあ、人が乗ってたのね、まあ、分かったかと思います。まあ、でもね、まあ、これね、まあ、今回この動画ね、まあ、ご覧したいと思うんですかね、まあ、これね、もう本当ね、もう全員ね、もう面白いと思った方ね、本当に、ね、最初のこの中央間っていうのはね、乗ってもね、すごいね、面白い間だと思うんでね、まあ、ぜひね、乗ってみてください。まあ、ではね、まあ、この動画はね、まあ、この辺までしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どうぞお願いします。ではね、動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。